青森県道、秋田県道317号西目谷二つ井線は、青森県中津軽郡西目谷村から、秋田県の白市を結ぶ、一般県道である。なお、東路線が、県道としては唯一青森、秋田両県を結ぶ路線となっている。青森県西津軽郡西目谷村、砂子瀬のメアダムの宮間湖畔で、青森県道28号、岩崎西目谷広四前線から分岐し、 青森、秋田県境の鶴部落とし峠を経由して、野代市二津井町二上場で一旦国道7号、二津井バイパスと立体交差し、ランプで接続する。その後二津井駅前を通過し、終点、野代市二津井町霧石で国道7号及び、秋田自動車道二津井白上 IC に交流する。秋田県道322号君町坂公園祖派。 里子先行店の二条城交差点から終点の野代市二津井町切り石間は1995年2月に二津井バイパスが開通するまでは国道7号だった区間で同年4月に秋田県道に認定された西目屋村砂子瀬屋座足沢付近から藤里町早、や飛沢付近までは道幅が狭く起点から秋田県山本郡藤里町まで冬季閉鎖となる 土砂崩れと、それによる事故と、民事裁判のために2005年4月から、砂尾で鶴瓶落とし峠間は、全面通行止めになっていたが、2008年5月28日の、冬季閉鎖解除から全線が、通行可能になったが、2013年に、再び土砂崩れがあり、冬季閉鎖区間が、通行不能となっていた。鶴瓶落とし峠二つ一長館は2006年に、 道幅は狭いものの全面舗装が完了している。秋田県の白市二つい長茶屋下付近鶴瓶落とし峠、青森県側秋田県側。ありがとうございます。